はいどうも、いらっしゃいませ。寿司処龍実況チャンネルへようこそ。料理長の龍です。さあ本日なんですが、皆さん、おすすめ軍艦握り実装されまして、寿司握ってますか？寿司おすすめ軍艦握りね、これ新しい軍艦サポートカードになっておりましてですね、まあ、これどういう効果を持っているか説明していきましょう。まずね、一ターンに一度、軍艦カードなんで、ちなみにこの白魚でサーチできるっていうね、最強カードになっていまして、で、どういう効果があるかというと、永続魔法になってましてね、これ毎ターン使います。一ターンに一度、ちなみに2枚とか発動したら2枚使うんですけどね、一ターンに一度、手札のシャリの軍艦1体を相手に見せまして、これ見せつけますと、まずシャリを。シャリ、お客さんもシャリ今回ありますと、入荷しましたと。見せつけまして、で、このカードにカウンターを1個置きますと。エクストラデッキに軍艦エクシーズモンスター1体を相手に見せる。自分の、ね、エクシーズモンスター相手に見せる。で、その後相手は軍艦エクシーズモンスターにカード名が記されたシャリの軍艦以外の軍艦モンスターのカード名を1つ宣言する。相手がね、で相手が宣言したカードをデッキから手札に加えると、いう効果なんですけども、まあ、何が言いたいかっていうと、これ自分が例えば、ウニおすすめです本日って言ってウニ見せるじゃないですか。でも、ね、相手が選ぶからウニだとは限らないっていうサーチできるのはウニだとは限らない。まあウニ、自分はウニとかイクシアウオとかイクラとか、まあ本日のおすすめウニですよとか言うじゃないですか。でも選ぶのはこれ相手なんで、実はね確定サーチではないっていう、これがミソ。おすすめ軍艦握りって書いてるけど、おすすめはするんだけど、本当に握りたいのを選ぶのはお客様っていうね、これお客様第一精神、これ大事ね。これ大事、非常に。まあか遊戯王カードとしてはもう本当に残念確定サーチできんから。だけどお客様目線に立った時はもち神というね、あのカードになってまして、でまあこの未確定ではあるけど、まあサーチができるということですね。ちなみにこれ3枚発動したら、なんか、3枚ぐらいカードサーチできるんで、まあこの一旦にちょっと名称してないんでね、なんでまあ発動したら下だけ強いという話あるんですけども、でこのカードが相手によって破壊されたら、相手はこのカードを置かれてカウンターの数で500円を払うとお客様お会計ということですね。でまあこのカードがね、白魚であのサーチができるようになりましてですね、まあ一応ね、あの展開力多少ね、あのサポートできるようになったかなと。まあ確定じゃないから、まああるんだけど、確定じゃないからちょっと、まあ、あのそこはちょっとかゆいところに手が届かないみたいなとこあるんだけど、まああのモンスターはねどれかサーチできるんで、まあ一応ね、まあ握ることはできるかなというところで、新しい軍艦デッキ組んできました。まあ、基本的にはまあ組み方変わってないんですよね。おすすめ軍艦握りが入ってるぐらいで、組み方が基本的に変わってないんですけども、まあちょっとエースモンスターであるね、板前アーゼウス君とか、あとまあ大将、未来竜王君とか、あとバイトリーダーフェンリル君あたりに頑張ってもらって、で隙をついてまあ握っていくという感じでやっていこうと思ってます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、龍一。バイトリーダー来てるからバイトリーダーが行くわ。バイトリーダー特殊が、はい。バイトリーダー効果。バイトリーダー効果でクシャトリラライズハート。まあこれはあの見習いですね、はい。バイト見習い。研修中。はい。で、これで、シャリの軍艦を、なんかやっぱバニラ加えながらさ、赤シャリ持ってこられるのちょっとよくわかんないけどね、これね。まあまあわかんない。で、シャリの軍艦、まあ、過去赤ちゃんの軍艦を、相手に見せながら赤ちゃんの軍艦特殊化して、おい。で、白湯を出していく。うい、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 うい。お客様、本日のおすすめ、こちらとなっております。本日のおしら、まあ、白湯を、新鮮な白湯が入りましたんでね、こちら、ご賞味くださいませ。で、おすすめ軍艦握りをということで、そして、おすすめに軍艦握りを発動。相手にシャリの軍艦を見せつけて、お客様、本日のおすすめ、ウニとなっております。いかがでしょうかいかがでしょうかお客様、本日のおすすめはウニとなっております。いくらの軍艦ウニだっつってんだろ客、おいウニだっつってんだろ。どうしようマジで、これマジでさ、正解したことないんだよ、正解っていうかおすすめ逃げ出してもらったことないんだよねマジで。店長がさ、店長っていうか、まあ、板前がさ、おすすめだっつってたからおすすめに握らせろよマジで、うっとうしいわ。シャリ出ろ、あ出ないか。まあ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 、まあ、いいだろう。未来竜王、いやこれいくらしてワンドローして未来竜王かな。まあホープダブルしに行って、一応二妨害構えに行くパターンと、まあ、あのワンドローして未来竜王行くパターンと、まあ、あ強いわ普通に、強かったわ未来竜王でいいか。はい、
未来の竜王を爆誕させていきましょう。はい、うーいしょ、 OK ね、未来竜王さん出していく。うい、大将ね、これ大将爆誕 OK で、カード決めセット田代、よし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 、まあ十分でしょう。大将&バイトリーダーに、墓穴占、 OKOK、 まあちなみにメイン妨害はね、軍艦だけではあのメイン妨害は作れませんのでなんかさ、マグロの軍艦とか緊急テレポート、まあいいか、パンから、マグロの軍艦とか作ってもらってさ、なんか普通にさ万能無効系欲しいよな。なんか軍艦でさ、ランク5とかでいいから、ランク5とかでいいから、なんかちょっと万能無効系欲しいわ。普通にちょっとウニの軍艦のね、かゆいところに手が届かない感がやばいんだよね。相手のメインフェイス1ミリもらんもしないからさ、あいつギークマグリブロマンスターじゃん、難しいの。いやさすがにさ、何も誘発ないから墓穴ぐらいあるでしょ多分。あれこれ相手墓穴打たせてでサーチしたら泥棒だ。あ、ねえのかい、マジかよ、ねえの、普通に通ったわ、普通に通った。なるほど、これはスルーでいいか。いや、なんかこんだけ誘発打たれなくて、なんか手札めっちゃあるから墓穴か摩擦あるかなと思ったんだけどね。いや、一番やばいの来た。いや、一番やばいわ。あ、やばいわ。終わったわ。終わり。いや、終わり、まあ、打つわ、一応。一応打つけど、いや、終わりだろ、それ。参戦の際、まあ、ドローはさせないけど、これ、だバックラで、いや、これ、待って、マジで待って、マジで待って。アーゼウス入ってないパターンでお願いします。すいません、お願いします。アーゼウス入ってないパターンでお願いします。いや、最悪のミラー起きたわ。これ、最悪のミラーじゃない。エンドフェイズまで、フェンリル君強いからおすすめですよ。フェンリル君強いからおすすめ。うわーうーわー、除外しとけよかったー。モンスターやばすぎる。返してください。返せ。何してんだお前、何やってんだお前くそマジキモいわこのさ、殺さなんか相手パクって、アーゼウス、これやっていい動きじゃないよな、マジで。やっていい動きじゃない、本当に。もう人間としての、あの、品性を疑うわ、本当に。ああ、まあ、裏側はまあ一応無効にできるな。穴あるから無効にできます。まあ、永続魔法なんでね、まあ、アーゼウスで無効にされるパターンはあるんですけど、そうすると多分相手手数が出ないから、みたいな。まあ、アーゼウスの効果を2回使っときたみたいなところなんでしょうね。多分、出てきたモンスターを処ればいいかな、みたいな。こと思ってるんでしょうね。これでもでもひっそりこっそり、これこっそりアーゼウス通すしか勝ち筋なくない？これこっそりアーゼウス通す以外勝ち筋ないんだけど俺マジで。イクラの軍艦、なるほど。おすすめ軍艦、イクラらしい、イクラ食べたいらしいわ相手。いや、ウニだっつってんだろってね、ウニだっつってんだろ。でこれでウニを食わせるっつってんだろ、強引にウニ食わしてくわ。でデッキからウニ出してくれ。はい、で、ウニとイクラでエクシーズレベル4とレベル5のオーバーレイエクス召喚なんで、ランク5ウニ型2番艦効果増、カード1枚取ろう、カード1枚取ろう、無限保養見て OK 通った、 OK 通った通った通った、4枚ある。いや、これ1回ダクッティに、いや、これでも相手、これさ、もう本当に相手のミス誘うしかなくね、ん、手数出ないんだけど、もう手数出ないよな。アーゼウス処理に行くのマジでこいつ、いや、これメインフェーズ中に効果使ってくんねえから、なんでこれ自分のバトルフェルチュア効果使えねえんだよ、きめえだろウニ型2番かお前。自分メインフェーズおよび相手バトルフェーズじゃなくて、自分メインフェーズバトルフェーズおよび相手バトルフェーズでしょバカだれ。いや、これ通れ通せ通せ、頼む、相手考えてる。いや、このミスをもうしてもらうしかない相手に。あ、通った。来た、優先権、いける。じゃあ、こうなる。行こう。板前、アーゼウス、爆弾、よし、来ました、行け、板前、アーゼウスの効果発動。無限砲よ、見て。いや、でも無限砲で撃ってると思うんだよね。あ、オッケー。オッケー。まあ、これ全部流れるけど、まあ問題ないね。全部流れるけど問題ない。きた、危ねえ、マジで。危ねえ。ウニ型流されてたら死んでたけどな。いや、こっからだろ、俺は。こっから参る、俺は。
ことごとく俺のおすすめ無視しやがってマジで許さねえからな。ことごとく人のおすすめ無視しやがってマジで、マジで許さねえ。で、得点カード手札に加えて、違う、これ墓地から、保健所激横ムーブで、ゴミ箱に捨てたシャリをもう一回戻していくと、まな板の上に廃棄したシャリをもう一回戻しまして、もう一回使い回しますよということですね。はい。で、いくらの軍艦効果、これはね、まあ、手札に加えるでいいですね。はい。特殊はしない。で、手札に加える。で、レベル4のモンスター2体でオーバーレイ。ダブルライオ。まだ俺ダブルアップチャンスとか、まあ、あるもんね。大丈夫だよね。たまにさ、なんか1回使っててさ、なんか、あれなんかおかしいなみたいな時あるんだよね。で、ホープダブル、効果、ダブルアップチャンス持ってきて、オッケー。で、ライオホープレイを上重ねる。結局ね、なんか、ランク4で一番強いのはこいつなんですよ。多分、妨害としてはね。ライオホープレイ。6000ライオホープレイ、ペガサスインセーバー装備。これが多分一番強いんだけど、ただこれやるとね、メインデッキの中に、その引きたくないカード2枚も入れなきゃいけないからさ、引いちゃいけないカードか、引きたくないっていうか、引いても何も仕事しないカードを2枚もね、入れなきゃいけないっていう、これがね、マジで弱点。2枚って引くからね、どっちか。2枚は引くのよ。これが弱点だな。ああ、ただどっちも引かんかったときめっちゃ強いっていう。よし。ただこいつ直接攻撃できん。ライオホープレイ君、ライオホープレイ君ダブル出したから直接攻撃できん。まあ、とりあえず一旦これ2連打しても届かないか。2連打しても届かんから、シライオーダッシュに行くしかないのか。ちょっとまあ、気まぐれ軍艦2級でそんなに寝てるわけないからさ、2級でも意味ないもんね。2級しても意味ない。白魚特殊で白魚を出す、白魚を出すで白魚型特務艦爆弾して効果発動する、1枚ドローしながら、軍艦カードを手札に加えていく。で、あ、やべえ、ミスった。これ白魚、白魚じゃねえや、シャリいんじゃん。うわ、ミスったわ。これ2連打してたら勝ってたわ、多分。2連打おじさんとシャリの軍艦召喚だ、これ。ミスったわ、やべえ。ちょっと待って、エクシーズすることしか考えてなかった。いや、マジミスった、マジで。こいつ、だって偽やんだよな。うわ、ミスったわ。ちょ、やばい、ちょっと待って、待って、どうにかなんないか。でも、出せるもんしゃいねえもんね、もう行くしかないか。出せるもんしゃいねえ、ミスった、マジでミスった。いや、これ、いくらだったら勝ってたわ。いくらやったら勝ってた、意味わかんないことした。セット。いや、もうライオホープレイ頑張れるっしょ。ライオホープレイいるから頑張れるっしょ、さすがに。ちょ、ミスった、マジで。シャリの軍艦の盾に2000円のマジで忘れてた。いや、そうなんだよな、これ。いくらで4400取れて。うわーあー、助けてお母さん、あエントリー侍何このデュエル、もうやだ、ちょっともうやだ、シャリの角持ってきて、助けて。無限回プレミしてる、マジで。無限回プレミしてる、マジで。本当にごめんなさい。シャリ戻しますか。シャリってか、もうネタか、もうネタがねえんだよ。ネタがねえからネタ戻すわ。一回、廃棄処理したネタをで戻しましょう。なんか白魚がいいですね。白魚がもうないから。白魚を戻しまして、はい。お客様に提供したものを戻します。で、ここからのこれ、見せつける、出す、特殊召喚もちろんする。ウニでいいか。ウニ、はい。ウニ食って。はい。はい。はい、でワンドロー。いや、もうかいけるだろう。これお客様お会計ご来店ありがとうございました。マジで危ない。最新のゾンビゲームの紹介です。週末の日が迫りくる世界でゾンビを殲滅して人類の再建を目指す戦略シミュレーションゲーム、それがエイジオブゼット。軍隊を支配して敵を倒せ。パワーディフェンスモードはゾンビを迎え撃つ戦略性のあるモードだ。美人ゾンビは蘇生治療してより強力な部隊を作れる。兵士を集めて好みのチームを作り、世界中のプレイヤーといつでもどこでも同盟を組み、
広大なマップを生き残れ。概要欄からダウンロードして限定ギフトをゲットだ。あー、ハンドマーマーやりそうだな。ハンドマーマーやれそう。これ分からせる可能性がある。ヒーローアライブ、何いいだろう。ヒーローアライブ、いいな、ロイヤル、かっけえ、ヒーローアライブの。あ、プリズマだ。あ、やべえ、このデッキ多分ヒーローデッキじゃねえ。マナデムか。マナデムかスキャクローだな、これ。さては。違う、ゲートガーディアンだ。ゲートガーディアンじゃん。ゲトガじゃん。マジかよ。ダブルハゲだ。出た、ダブルハゲ。ダブルハゲ来た。我ら迷宮兄弟。いや、三体融合じゃん、これ。合体マシン、ゲートガーディアン、うざ。対象とする効果を無効にし、発動した時にその効果を無効にして破壊する。なので、OKOK、了解、了解、了解。了解です、了解です。了解しました。これ、苦渋の決断から入っていいな。苦渋の決断なら、とりあえずな。苦渋の決断は入る。で、シャリの軍艦墓地を送りながら、赤シャリの軍艦持ってくる。シャリ刀だな、これ。これシャリが多すぎるわ。店長、シャリ入荷しすぎです、これ。こんなにシャリいりません。てか、白魚しかねえじゃん、これ。マジかよ。白魚しかねえな。でも、おすすめから加えてえよな。まあ、これ、白魚から行くしかねえけど。白魚かぶりがちょっと痛いな。で、こうして、こう。イクラとかウニとかね、出しても、あんまりなんか意味ないんだよね。今この現状だと。これどうすんの、相手のゲートガーディアン、これ相手によってあ、なんかフェードが離れるとなんかリクルートあるんだよね。これだるいな普通に。まあちょっと白魚でいっか。白魚を、はい、で白魚を出していきましょう。はい、一応お待ち。本日北海道のなんだ、小樽より入荷しました白魚、新鮮な白魚となっております。あ、キモ、無限の方よ、キモ。気まぐれに軍艦握り、握れんやんけ。うざいわ。気まぐれに軍艦握り、握れねえな。まあ、ちょっと白魚型、握れなかったんで、まあ、しょうがないですから、まあ、白魚行きましょうね。で、まあ、シャリは、まあ、ちょっと過剰なんで、まあ、シャリは普通に前に出していきましょうと。いったところ、まあ、開始のターンでもシャリできるように、一応シャリに、持っとくか。いや、白魚出してもあんま意味ねえな、今。ちょ、俺思ったんだけどさ、ゲートガーディアンってさ、未来竜を突破できないんじゃね？あいつらさ、なんか、こっちの攻撃力ゼロにするみたいな効果あるけど、なんか除去するみたいな効果って、なんか破壊系しかないよね。なんかあの、戦闘効果で破壊されみたいなさ、未来竜王君出したらこれ突破できないんじゃね？ちょ、いや、なんだっけ、大将！大将！大将未来竜王、行きましょう。はい、板前はアーゼウスなんで、ちなみに。はい、対象は、未来利用となってます。これ、守備で出しといたら、これ、トップレギンだ、これ。ういーういーうい来た、これ。来ました。これ、多分ですけど、これ、ゲートガーディア、合体マシンでは少なくとも突破できないと思う。未来利用は。あ、強いな。ラベネスボールシャドウ、いいだろう。ラベネスボールシャドウ効果発動。素材を置くことができるという効果。まあ、除外ゾーンか、またはデッキからですね。バトル、はいはいはい、よし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 、いいぞ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 、でかいでかいでかい、かなりドローランドコムでいいよ。オッケー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 。ちょっと待って、じゃあ待てよ、あ、3750だろ、3750だから、まあ、突破打点で突破してリクルート効果無効って言えばいいんだな。まあ、無効効果は未来利用軍使えるんで、ちょっと待ってくださいね。シャリの軍軍艦の効果使いましょうと。でシャリの軍艦でシャリ相手に見せつけて握っていきましょうと。はい、お客さん、一丁待ち、一丁待ち、うい、うい、一丁待ち、効果出そう。はい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 、オッケーで、ワンドローカモン、あ、オッケーで、九重の決断発動。ちなみに、イクラの軍艦は2連打ができるよっていう効果なんで、あとはあのモンスターを突破すればなんとかなるんだよな。つまりってことはだ、ちょっと待ってよ、これシャリの軍艦召喚で白魚を特殊召喚、おいで、これダブルだな、これダブル、ダブル出しに行こう。多分これダブルが一番いい。デッキの上に置きますよと。はい、で墓地のカードを
墓地のカードが墓地のシャリをゴミ箱に捨てたシャリを再利用して記載保健所案件、アルティメット保健所案件、そしてレベル4のモンスターみたいでオーバーレイネットワークを構築エクシード召喚、あれあれよナンバー39希望ホープダブル効果発動、希望ホープダブルの効果によってオーバーレイネットを1つ使い、できたらダブルアップチャンスを手に加える、そしてライオホープレイを追い重ねてエクシード召喚重装合体ライオホープレイ効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、あ使わねえかオーバーレイユニット、あ使うか、オーバーレイユニット1つ使い、ペガサスツインセイバーを装備、うわー最強攻撃表紙、バトルベース、こいつは長いのかな、ね、大丈夫、バトルベース、バトルベース、あれえなんで何なんで、ああ弟のレベルが5以上のモンスターの、うわ決め攻撃的、まずミスった、なんだこの効果、レベルが5以上のモンスター、うわマジかよ、レベル5以上のモンスター、レベル5以上のモンスター除く、うわエクシスモンスターにはレベルがない、レベルがないということはレベルが0ということはないのか、やましいわ、やばい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 、ミスった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 、なんだこの謎の効果、ちょやばい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 、ちょミスった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 、ミスったミスった、マジでマジでミスった、うわやってもうたこれマジで、マジでやってもうたわ、さすがにライフマシンゲートガーディアン、これは魔法トラップカードを加えるやつ、それダメだね、絶対にダメだね、魔法トラップを加える効果は全然共有できない、全然共有できない、これいただくわ、いただいて、はい、よし、そう俺かよし、俺のものだこれは、ゲートガーディアン俺のもの、やばいやばい、待ってくれ、待ってこれさ、対象とする効果発動したときにその効果を無効に社会する、あじゃあこれダメージで使えないんだ、待って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 待て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 、ダメージで使えない、その効果を無効に社会する、ダメージで使えないってことはライオンホープレ耐えるか、待てよ4000だろ、47750の割るには3750か、じゃあもうちょっとあるか、3000、まだ4000ぐらいだ、もちろん4000、いやいける、多分耐える、多分耐える、ライオンホープレイの効果対象取るんだけど多分ダメージで使えないから、ゲートガーディアン、ダメ系ライオンホープレイ、危ない、危ない、マジで危ない、あっぶねー、よかったー、これ皆さんも覚えててください、あのね発動無効系はダメージで使えるんですけど、効果を無効系ってダメージで使えないんですよ、ゲートガーディアンでこれ効果無効って書いてあるからね、これダメージで使えないんですよ、はい、あもうドロバーはどうでもいいか、ドロバーどうでもいい、あっぶねーマジで、これダメージで合体マジンゲートガーディアン、ダメージで使えないの弱くね、ダメージで使えたら終わってたわ、普通にマジで死んでた、普通に死んでた、もういいな、もう殴れるよな、もう殴れる、もう殴れる、バトルフェイズいけ、ホープ剣スラッシュ、うおーよし、リキルトコか、黙れ黙れ黙れ、お前はよし、危ないマジで危ない、あぶねー、ダブルハゲに負けるとこだったわ、対戦ありがとうございました。